はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。メメントモリンフェンです。さあ本日なんですが、メメントデッキですね。これを持ってきたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。メメントというデッキが、まあ、どういうデッキかという話なんですけども、あのね、まあ、もともとあの通常モンスターであった、あのまあ忘れ去られたようなこういうモンスターたちを、まあメメント化して、なんかそのゾンビ化してというか、まあリメイクしてあの作られたモンスターが、こういうモンスターになってるんですね、メメントの。なので、まあそれぞれのあのモンスターに元ネタみたいなのがあって、でどういう風な動きをするかっていうと、自分のカードを爆破してなんかいろいろ展開したり、なんかサーチしたり、墓地を食ったりするっていうテーマなんですよ。まあ、あの一例に出すと、このダークソロっていうモンスターは自分のメインフェーズに自分のフィールドのメメントを破壊して、できたらレベル3以下のメメントを出すよみたいな。だからまあめっちゃ爆破しまくって、まあ展開をしていくというテーマになっていまして、で最終的に何をするかっていうと、このね、どでけえ冥界合流メメントラルテクトリカというモンスターを出します。かっこいいっしょこれ。これね、あの何するかっていうと、自分の、手札墓地のメメントモンスターを5種類、デッキ草だけ戻したら特殊ができて、手札墓地から。で、自分のフィールド上に他のモンスターが存在しない場合は、相手フィールド上のモンスターに全部1回ずつ攻撃できるっていう、まあ、プルガトリオみたいな効果とこう、あと1ターンに1度、相手が魔法トラップモンスターの効果発動したら、自分の手札墓地からメメントを特殊ができるよっていう効果があります。まあ、これ読んだだけでは、このモンスターは別に強くなくねという話あると思うんですよね。はい、その通り。別にこのモンスター自体はそんなに強くありません。じゃあ、妨害をどうやって用意していくかっていうと、ね、魔法トラップカードで主には妨害していきます。まず、結構強いこのメメントクラクシャダンスっていうカードですね。これは、メメントがいるとき、フィールドのカードを対象に、そのカード破壊して、その後、テクトリカがいたらカードを1枚破壊できる。まあ、要は2枚破壊できるんですね。このカードがテクトリカがいる状態で発動するととか、一番やべえのはこれでメメントクレニアムバーストっていう、これは、攻撃可能なモンスターがいる場合は自分のフィールド上にメメントがいると、相手はその一番攻撃力が高いメメントに攻撃しなきゃいけないと。だからまあこいつとかいればこいつに攻撃しなきゃいけないっていう誘導効果と、あとこの2番の効果、相手がフィールドのモンスターの効果発動した時、メメントラルテクトリカ1体対象にそのモンスターの攻守を先断させてその効果を無効にしますよと。これ5000あるんですよこいつで、この丸2の効果ターン1ないんですよ。だから5000なんで、その5回モンスター効果を無効にできるんですよね、この永続トラップだけで。まあフィールドだけなんで、手札とか墓地とか除外ゾーンとかそういうのはダメなんですけど、フィールドのモンスターの効果があの発動したら5回無効にできるんで、このカードを全力で構えて妨害していくっていうテーマになりますね、基本的には。で、さっき言ったそのダンスとか、あと、相手のターンにこれぶん投げると心変わり、できるみたいなあのモンスターもいまして、この辺のモンスターで妨害を作っていくっていう感じですね。で、自分のモンスターを破壊して展開していく都合上、ちょっとですね、あのモンスターがまあ並ばないんですけど、まあ、それでも言うて2体ぐらいは並ぶことが結構ありますので、まあ、マスカレーナからのリトルナイトっていうギミック、これは、有効ですよと。で、まあ、あのフュージョンモンスターもいましてね、この辺のモンスターがキーカードって言いますよっていう感じです。で、ちなみにこのメメントフュージョンっていうカードでフュージョンしていくんですけど、これね、あのメメントモンスター含んでれば、まあ、何出してもいいよという融合モンスター何でもいいんで、ガーディアンキマラとかももちろん出せるから、まあ、こういう風に後手をまくったり、それから、まあ、あの妨害を作ったりすることもできますよって、速攻アフなんでね、これ相手なんでも打てますから。で、初動カードがかなり多いんですよ。初動になるカード、一番初動になるカード、エイミッチ一番初動です。で、ダークソード一番初動、シーホース一番初動、ゴブリン一番初動と、かなり一番初動が多くて、で組み合わせであれば他にも動けるカードがいっぱいありまして、とてもね、一応一番初動っていう意味では安定感はかなりあるかなというふうに思います。ただ誘発受けがね、あんま良くないですよね。結構シーホースっていうモンスターがめっちゃ効いたのってきて、これにね誘発打たれると大体止まっちゃうんですよね。なんで、まあ、ちょっと誘発受けはちょっと悪いかなとは思うんですけども、今のところはまだ強化残されてますし、まあ、非常に強力なテーマになっておりますので、まあ、よかったらねご覧ください。でちょっと僕はあのまだあの回すのがそんなにうまくないんで、結構このメメントウラモンとかこのメイスとかを1枚にあと2枚にして回してるんですけど、これ一応1枚でも回せるみたいですね、上手い人は。ちょメメント初心者の方はこの2枚とかで回すことをお勧めしたいです。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いやメメントってほんとなんかいい試みだよね。なんかさ、こう忘れ去られた通常モンスターをなんかこう現代遊戯王に復活させようみたいな試み、めちゃくちゃいいよな。とりあえず誘発弾く系のカード欲しい。ちょっと誘発を弾きて
はいはいはい、やばい、あ、摩擦摩擦一旦摩擦持ってきてもろって、ダークソード召喚したいです。まあ、G じゃないかな、チェーン的にちげえかな、ダークソード、あ、そうだね、オッケー、まあ、とりあえずそれは抹殺で、オッケーオッケー、よし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 、成功した。金券6枚めくれた時 G 打つかどうか結構難しいよね。まあ、俺は持ってて、テクさん結構強かったら打つけどね、テクさん強かったらね、あの返せる、これ多分なんか G 止まられても大丈夫だなっていう初動あるあって、まあ誘発ももうちょっとあるとか、まあ、逆に貫通できそうだなとかあったら、だからもう6枚の時打っちゃうんだけど、まあね、打たない選択肢ももちろんありますよね。でメメントエムビッチの効果を起動しまして、あ、これこれが一応基本書論になるので、まあちょっと相手の手札誘発が飛んでくるかどうか、ちょっとあれだ、ニビルとか飛んできたらもう無理なんだけど、ニビルとかいう地獄が飛んできたらちょっと無理なんだけど、一応、基本ムーブを見せられそうなのでちょっと見せていきますね。で、墓地にレベル5以下になるようにモンスターを送ることができるんですけど、これ3体も送れるのもぶち壊れてるよね。メメントシーホースくんで特殊召喚、メメントウラモンで特殊召喚、成功者の効果が発動しないで、メメントエウミッチの効果によって、カードを破壊しながら自分の墓地からなんか下級の、メメントを、特殊召喚しますよっていう効果なの でこれ、ウラモン爆破しまして、ウラモンの効果は後で使います。で、メイスの効果を起動、メイスはまたフィールドのカードを爆破して、こうやってね、カード爆破してね、展開していく、デッキなんで、モンスターの数はあんまり稼げないんですよね、メメントって。で、メメントフュージョン発動、これね、墓地融合できます。墓地の素材をデッキに戻して、融合できますよ、みたいなカードになってますね。シーホース君戻して、ダークソード墓地送って、融合して、メメントツインドラゴン、これ相当のサンダードラゴンの、メメント版。で、メメントツインドラゴンの効果。爆破して、出てきて勝手に爆破されていくスタイル世話ねえよな、これで自分で出てきてまた爆破されるっていうね。でメメントラル、テクトリカとかいう最強モンスターを持ってきて、でツインドラゴンが破壊されたんで自分の墓地から、メメント特殊召喚できて、これゴブリンも特殊召喚していく。 OK で自分の墓地のメメントフュージョンの効果を起動し、フィールドのメメントを破壊しながらメメントの魔法トラップカードを1枚手札に加えることができるよという効果があるんで、これでメメントランというフィールド魔法を持ってくる。はい。で、メメントランを一応発動しておいて、そして、メメントホーンドラゴンを特殊召喚で、メメントゴブリンを、の効果を発動、メメントホーンドラゴンを爆破しながら、デッキからメメントカードを2枚墓地に送ることができるというぶち壊れ効果、これがめちゃくちゃ強いんだよね。で、メメント、フラクチャーダンスかフュージョンかどっちかなんだけど、まあこれは普通にフラクチャーダンスでいいかな。で、メメントランの効果、メメントが破壊されるとそいつのレベルより低いメメントモンスターを自分の墓地から特殊召喚できるんで、メメントウラモンも特殊召喚で、ウラモンの特殊召喚成功時効果でメメントカードを、手札に回収できるんで、これでフラクチャーダンスを回収で、2体で1体一旦マスカレーナを作り、よいしょ、召喚ムービーどうぞ、クイッ、はい、神ゲーで、メメントメメントラルテクトリカを自分の墓地のメメント5種類デッキに戻すことにより特殊召喚、召喚ムービーありますね、どうぞいきます。さあ5枚を戻し、フルルルルルいやーかっけーテクトリカかっけー、もちろんテクトリカ自体はそんなに強くないんですけどね、テクトリカ自体はもうちょっと今からセットするカードがまじぶち壊れてるんで、メメントランの効果、自分の墓地から、メメント魔法トラップカードをセット、メメントクレニアムバーストをセット、メメントクレニアムバーストはメメントテクトリカのメメントラルテクトリカの打点を1000下げることによってモンスターの効果を無効にするって効果を持っているフィールド上の、これをなんと、ターン1なんか発動できるぜ強すぎるぜ、なに、あーなるほどね、はい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 、デストイングパッチングワークね、あーオッケーオッケー、デストイングパッチングワーキングを、発動されてエッジインプチェーン、これなんだろうあれかな、キマイラかな、テクトリカの効果を発動、テクトリカの効果によって相手のカードが発動したため自分の墓地からメメントモンスターを特殊召喚、はい、これくらいしか この効果ありませんので、この人はでメメントエイビッチの効果によってメメントモンスター1枚を手札に加えることができる、
これによって、まあ、対象取れないモンスターにするか、次の初動にするかみたいなところあるんだけど、まあ、一応ゴブリンにしとく？あんま関係ない気がするな。で、うわー、テクトリカー、大丈夫だ、危ない、闇属性じゃない、危ない。これあれか、 AMH とマスカレーナで超融合されるのか。なるほど、うっとしいな。なるほどね、テクトリカ地属性でよかったテクトリカ地属性でよかった、危ねえテクトリカいればまだなとなるんで大丈夫です。テクトリカがいればあのクレニアンバーストもあのダンスもあるんで融合。これガーキマでしょ、これさ、ちょっと待って、これフラクチャーダンスって対象取らないよね、後半の効果だから。フラクチャーダンスで融合を対象にとって破壊して追加効果でドラゴンを破壊すればいいんじゃないかな、これ。こうして融合で、融合を爆破して、でその追加効果でもう一枚破壊できるんですけど、テクトリカいると。なんでもう一枚破壊しますかって聞かれるから、こうドラゴンを破壊すると、これで多分ガーディアンキマイラーは出せない、多分。あぶねえあぶねえ。ガーディアンキマイラーもちなみにね、チェーンで隠されるとクレニアムバーストの対象外になっちゃったりするので、普通にぶん殴られたりするんですけど、キマイラー、オッケー、キマイラーはいいや、オッケーオッケー、キマイラーはいい、全然、あー、オッケーオッケー、まあ、全然いい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 、黙れ。メメントクレニアンバーストの効果、フィールドのモンスターの効果が発動した場合、テクトリカの打点を1000下げることによってその効果を無効にできる。ちなみにこの効果耐性制限はありませんつまりテクトリカの打点が5000のため、あと4回は使えるってことよ。5回モンスター効果を無効にするぜ、強すぎ。これあれだよな、バトルフェイス、あ、そうか、殴んなきゃいけないからね、これ。クレニアムバースが存在している状態だと、相手は、一番攻撃力が高いメメントにぶん殴んなきゃいけないという、なんか、これ攻撃表示でもいいのかな、出すのだ、じゃあっていう話あるよ。まあ、ライトニングストームとかあるからな、でも、まあ、ライスト撃たれたらライスト撃たれたで結構あれなんだけどね。ライスト撃たれたらライスト撃たれたで結構、後ろ破壊されるから、かなり妨害減るんだけどね。これさ、守備力いくつ1800？ なるほど、1800。ちょっとまだキル取れないか、じゃあ貫通させても。うわ、これキルの取り方さ、ちょっと待って、キルの取り方俺真剣詰みで習ってないんだよね。ちょっと待って、真剣詰みで習ってない展開きた。ちょ、わ、やばね。テクトリカ破壊していいかな。テクトリカ破壊して、ランで蘇生してみたいな動きをこねくり回してったらいけるんじゃないか説ある。ウラモンとシーホース、なんか分かりません。まあすいません、こっからのね回し方がよく分かってませんで、メメントランの効果、メメントラルテクトリカの対象にとってそいつよりもレベルが低いモンスター、まあレベル11なんでね、さすがに、何でも蘇生できるみたいなもんなんですけども。さあ、これでメメントウラモを特殊召喚していく。でメメントランの効果によって、特殊召喚するのはシーホース。いや、これむずいぞ。でメメントウラモンの効果発動して、フラクチャーダンスを回収。こうやってなんか毎ターン毎ターンね、妨害札を普通に持ってこれるのはめちゃくちゃ優秀ですよね。でシーホースを爆破しながらまたモンスターを墓地にめっちゃ送っていく。はい、ほんでこうしてね、あ、これガーキ回せんのか、これガーキマ出したら勝てるか、やべえ、時間ねえ、ちょっと待って真剣地味でやってない展開すぎてちょっと時間が足りない、やばい。ガーディアンキマイラー特殊召喚で、効果発動。ガーディアンキマイラーによってフィールドのカードを、2枚破壊し、これで5000出して、5000出したらいけるか。あ、キマイ、チップチェーンはいい、どうでもよし、それは OK。あ、でもあれか、キマイラ、待って、ちょっとキマイラってさ、なんかさ、あれだね、墓地、ちょ、これあかんもんな、これ墓地さ、墓地蘇生あるよね、やばい、ちょ待って、勝てないかもしれん、やばい。てか俺あれだったわ、ボーンパーティー使っといたら貫通能力付与できたのに、ちょ待って、あ、でも貫通能力付与したところで結局蘇生されるタイミングがこっちで選べねえから、ちょ、時間ないって。メメントラルテクトリカ爆弾、やばいです、非常に非常にやばいことが起きました。何
あ、でもそれ使ってくれたらさ、待って、それ使ってくれたらテクトリカの蘇生効果入るよ。それはいい。で、特殊召喚される体力のバフォメットが特殊召喚されまして、はいはい、でこのテクトリカの効果起動できるんだけど、神神来た、バフォメット、バフォメットは無効でしょ。はい、残り20秒、残り22秒、急げ急げ、リュウ実況チャンネル、メメントリュウ実況チャンネル、ちょっと急げなんかわかんねえ、計画通り計画通り嘘つけバトルうん、計画通りはい、皆さんはもうちょっと勉強して、回し慣れてからね、使えるようにしてくださいね。うわ、シーホースか、シーホースからのね展開そんなに伸びない。まあ一応一番初動ではあるんだけど、そんなに伸びないんだよね。まあ一応いきますかね、シーホースから入って特殊召喚していくしかない。でシーホースの効果を起動。こちらにあの誘発打ちどころはシーホースです、基本的に。メメントはなんかどこに打ったらいいか分かんないっていう方は、とりあえずシーホースにあのうららとか、まあ、無限保養とか、当てておいていただければ、まあ、大体あの止まるんじゃないかなっていうふうには思いますね。この3枚の墓地壊しがあまりも強いんで、あーそこで G なんだ。まあ墓があるんだけどね、ガンマケアしてるのかと思ったわ。ガンマてかさっきのあのメメントシーホースの効果に投げないんじゃないテキストテキスト知らない感じかガンマあんまりいやいやいんですけどね、メメントってなんか基本的には召喚で動いていく、まあシーホースから動いていくことほとんどないんで、あんまり MH かダークソードかあの辺から動いていくことがかなり多いんでね、じゃ あんまりねあのガンマ打つタイミングもないし、あとガンマいるとメメントシーホース出せないっていうのもあって、シーホースくんなんかね本当になんかインキャラからなんか仲間がねいるとあの結構いいんだけど、なんか仲間以外のなんか知らないやつがいるとなんかあの引っ込んじゃうから出てこれないんですよね拡張性能はだからないよね、そのクシャトリアとかさあの辺とかが入れたりとか、スピードとベガマックスでなんか誘発貫通とかできないし、はい、でメミントツインドラゴン、これはもう本当あのシーホースの弱点ではある。でツインドラゴンを自身爆破して、これねシーホースから入るとやっぱモンスター数があの、ま、盤面に足りないんですよ。だから最終盤面ちょっとねマスカレーナとかが立たなくなっちゃうんで、これどっちだっけ、これかで、これとでこれ発動して、でこうしてよで効果起動して爆破して、エンウィッチと、それから、クレニアムバーストを後でセットしたいんで、クレニアムバーストを送っておいて、で、メメントホーンドラゴンを特殊召喚して、これ分かる？あの、やってること、墓地にめっちゃ落としてカード落ちてるんだけど、その盤面にモンスター全然並んでないでしょ。これがメメントなんでね。並ばない、自分を破壊したり他のモンスター破壊して展開する都合上あんまりね横に並ばないんだよねモンスターが。これがねメメントというデッキの、まあ、特徴ではありますね。まあ言うてねトラップ、魔法トラップカードが結構強いんで、まあ、それ戦っていくことになるんですけども、でこれで5枚戻してメメントラルテクトリカ爆弾で、これちなみになんですけど、なんかそのあのメメントラルテクトリカを攻撃表示で出すのか守備表示で出すのか問題は結構あって、ライトニングストームっていうカードがあるんで、ライトニングストームとか、のこと考えるとやっぱ横に出したいなっていうふうに思ってたんだけど、ただ結局なんかライトニングストームって後ろに打たれるからこの状態の場合、それはまあまあうざいなっていうちなみにモンスターがいなくなるとメメント魔法トラップも意味なくなるんで、まあやっぱりでもライトニングストームがある都合上やっぱり攻撃表示じゃなくて守備表示の方が個人的にはいい気はしてんだけど、ただちょっとメメントラルクレニアム、メメントクレニアムバーストがあの結構その攻撃誘導効果持ってんだよね。だからねそういうこと考えると結構難しいかな、攻撃表示でもいいのかなっていう。ライトニングストームとか環境的に入ってないから攻撃表示でもいいみたいな話あるのこれ、はい、でメメントメイスはこれあの心変わりです。実質あの相手のフィールド上のモンスターを相手のメインフェーズ中だったらパクれますよみたいな、メメントがいれば。うわ出たよ、さあ出ましたよこれ、
こっから展開してくるタイプですか？とか超人武者もなんかあんまなんか今の今逆に旬すぎてっけどね、これ旬すぎてる問題。今超人武者使ってるの多分逆張り人間でしょ。そんなことない。なんか今さこのタイミングでそのなんか超人武者使ってるの結構逆張りな気がしない？だいぶ初動減ってるしね。なんかね超人武者のプロに聞いた結果やっぱちょっときついっすねって言ってたね。なんか誘発打ってもやっぱあんまりなんか展開が止まらないらしい。結構先行展開がだからなんかテクダイワーズが結構弱くてちょっとメメントメイスでちょっとこの人だけもらうわ。岩投手くんだけあー強いね。あ、オッケー了解。岩投手くん強すぎワロタ。岩投手くん強すぎワロタはまあそれはしょうがないか。だからテクダイワーズが効かなくてで環境的に初動も減ってる、事故率も上がってて、だからなんか貫通力もなくなってるから、なんか結構辛いって言ってた、超人武者今使うの。だから逆に言うと、出張パーツみたいな感じで使うのは結構強いんじゃないかって言ってて、まあ、今回もの人も多分だけど、デッキ枚数多いから、多分ね、超人武者出張感のパターンなんじゃないかなと思うんだよね。まあ、とりあえず無限法要で一回アクセルシンクロスサーラスドラゴンは無効にさせてもろて、無効化させてもろて、ただやばいのはまだ召喚権が残ってるんだよな。これなんか出張系のデッキだとすると多分これ召喚権で動いてくるタイプだと思うんですよね。そうなってくるとまあただクレニアムバーストあるんでこっちは天秤ちゃんの効果で自分の墓地からバイク蘇生するのはクレニアムバーストで当たり前に無効。さあクレニアムバーストの効果を発動するぜ。メメントラルテクトリカの打点を1000下げることによって相手の発動した効果を無効にすることができる。これはテクトリカの攻撃力がゼロになるまで続けることができるぜ。強すぎさあこれおちんちんビンビンさんと増殖する G で何かを作ってくるのか、それともリンクとかをしてなんかあれか処理してくるのかちょっとわかりませんねこれね。おっとリンク2か、あリトルナイツ。いやでもこれはてかそれなんだこれ、あれだ、あのアクセルシンクロスターダストドラゴン巻き込んだらリトルナイトの効果扱えたのに、そっちなんだ。まあそれは別にいいですよ全然。で俺は攻撃表示攻撃力が高いメメントがいる場合はクレニアンバーストの効果で殴んなきゃいけないっていう効果があるのでやつらは殴んなきゃいけないと。これは相手テキスト読んでないですね、まあ、クレニアムバーストあまりにもテキスト長いっていうのもあるしメメントラルテクトリカが強そうに見えるからこいつが強いかと思ったら読んでみたらそんなことないっていうのもあるからね。で俺どうすんのこれ、何も動けなくて草、殴ることしかできなくて草、ちょリトルナイトだけマジだるいからちょっとこれぶっ爆破するわ。アクセルシンクロスターラスは一旦まずほっといていいよな。リトルナイト2枚入ってないのさすがに。でこっからどうするか問題だよな。これ G 召喚してダルク作って魔法トラップカードがあーあるか、あるな別に。あれペンダラムスケールって魔法トラップカードだもんね。なんかリトルナイト闇属性でよかったな。とりあえずダルク出すわなんかまあ別にね、リトルナイトはあのパクったところで自分自身がその出た時に効果はないんだけど、まあ一応ね相手が効果発動した時に除外するみたいな効果あるけど、でここでこれどうすっかな。一旦リトルナイトしてもいいしアクセスまで行っちゃってみるか。ちょっとですねセレーネアクセスすることにします。相手のスケールを叩き上げましょう。セレーネリンク召喚成功時効果魔法トラップカードの数だけめっちゃカウンターが乗る。で神聖魔高校セレーネちゃんの効果を発動して、魔法使い族モンスター、これエウミッチが魔法使いなんですよね。これめちゃくちゃ優秀だよね。でエウミッチの効果発動して、初動かメイスかどっちかなら持ってくるの、シーホースかな持ってきていいか。でリンク4アクセシングコーディングトーキングを出してスケールはちょっと叩き割ろうあんなスケールあってもろくなことないから。超人武者はスケールを割るに限る。てか超人武者っていうかまあペンデラム全般で、アクセスコールトーカーの効果闇属性モンスターをゲームから除外してまずカードを1枚破壊させてもらうぜ。
はい。で、アクセスコード等からの効果、光属性モンスターをゲームから除外して、スケールを終わらしてもらうぜ。はい。よし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 、これはだいぶきついんじゃねえか。あとはお前アクセルシンクのスタラソフティーの2枚だな。来てる、これは神ゲーが起きそうだ。そして、墓穴で無効化されていた増殖する銃はこのターンから有効になるぜ。このターンっていうか、まあ、さっきのターンから有効だったけど、エアホイスター、てめえそんな効果許すと思ってんのか。メメントクレニアンバーストの効果を発動。メメンダラロテクトリカの打点を1000下げ、貴様の貴様の、エアホイスターの効果は無効化。よし。そしてメメントラルテ テクトリカの効果を発動。自分の墓地から、メメントエンウィッチを特殊召喚。そしてメメントエンウィッチの特殊召喚成功時の効果を発動。これによって自分のデッキからメメントベースを手札に加えることができるぜ。これでまた心変わりって寸法よ。強えな、マジでメメント。ちょ、メメント強ない。何かがり火、これなんだ、こっからまだ、っていうかすごいな、これ何でも入ってるやん。超人武者かと思ったらレスキューエースで、レスキューエースかと思ったらネメシスやんいや、やばやば、このデッキいかれてる、すごい面白い。ネメシスフラッグをさらに特殊召喚してきて、で、やばやってることで、フラッグ、なるほどね、それはいいよ。なんだこれ、ブロートスも入ってるのよ僕が考えた最強デッキやんけ、僕が考えた最強デッキ、やめろ。あかん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 、何これ。あー、トカヒメか、あートカヒメはいい。あと、プロートスでしょ、手札ってことは、メイスでトカヒメパクっちゃって、はい、これちょっともらいますね一回。でプロートスが出てきて、でプロートスを、メメントテクトリカの効果で無効化すれば、もう本当に何も起きないという話ですね。はいはいはい、なるほど、いいですよ。でプロートスの効果起動して、なんか破壊しますよーって言うから、もう黙れって言って、だーまーれって言って、よしクレニアムバーストマジで強いな、本当に。ちょっと打点が超えられちゃったので普通に1分だけありますね、すいません、すいません。あー逃げろ、テクトリカー、テクトリカー、はいはい、終わりました。でも相手もうなんかライフ残り1700しかねえけど、残り1700しかねえけど、これあれですか、5300-2700っていくつですか。5300-2700は2500いくつですか。バトルフェイズ大事なんだ、しゃあぶねえあぶねえ、僕が考えた最強デッキ強かった。あー、まあ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 、対戦手札は悪くないけど何も誘発はじけねえ、増援発動で。これね、なんかその誘発打たれた時の展開はほんと真剣攻めでやってなくて、マジでわかんないっすメメントちょっと難しいんだよね、回し方。あー、これね、マジでね、あ、相手はもらそうだな。マジで難しいから、結構使うときは練習必要なんで、だからそのホルスナチュルとかはマジでほとんど練習しなくても多分誰でも使えると思うんだけど、このメメントはねマジで練習だいぶ必要なんで、ちょっとあれですね、使い始めたい方は注意してください。これはいつも通りの展開なんで、まあ、多分2ミリ振ってこなきゃなんとかなると思う。なんなら最強上振れ展開見せれて腐って感じだな、これはだいぶ強えぞ。でこうしてメメントラルテクトリカを出して、でメメントボーンパーリーをセット、フュージョンセット、ダンスセット、エンドフェイズクレニアムバーストセット、これ強すぎだろマジで、やば、妨害何個あんだよこれ死ぬことあるぞ、妨害やばい、妨害数1234567、ああやめろー、なんか8妨害が消えます多分これガチで8妨害が消えそう、誰か助けてくださいふざけんな一応メメントラルテクトリカの効果を発動するぜ。で、まあ、マスカレー、俺たちにはマスカレーナがいる、エンウィッチ特集で、エンウィッチ効果を発動するぜ。
じゃあこれでなんか持ってくることができるぜ。だあのあれですね、マスカレーナ、一応リトルナイトマスカレーナがあるんで、まあ妨害するにはまだあるんですけど、ね、ちなみにちなあとメイスがあるんで、メイスで相手のモンスターパクレもあります。はい、なんで妨害数的にはかなり残っていると言っておきましょう。やばやばいだろやってること、こいつ脳死すぎるだろ、ふざけやがって。マスカレーナをね、あのソラにしたリンクモンスターは効果では破壊されないんで、一応耐えます。あテテクトリカー。ちなみにテクトリカに耐性なんてものはありません。クソテクトリカー、俺のテクトリカが、あーガムシール出ていっちゃった。あーガムシール、あーガムシール剣の、あーどこらに来た、やばい、俺引き飛ばすしかねえだろ。ちょお前消えろ、マジでちょお前消えろ、ちょ頑張れ頑張れリトルナイト、終わりがあってる全ては。うわーおろしやべえ、パーティーが始まるぜ、パーリータイム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 。さあモンスターがやたらんと出てきてブラックも何これも何除外しても一緒だろ、これ何除外しても効果発動されんじゃねえか、ふざけやがって。リトルナイト逃げろ、これ何除外しても、何除外してもさ、ドローもあるしさ、バウンスもあるしさ、じゃ一応やっぱ打点抜いとくしかなくない、これウィブセティ、あでもウィブセティだったのか、いやでもあんま関係ねえだろこれ、何抜いても死ぬってこれあかんってやばいって、ちょっとちょぶち切れすぎだって、仲間やられた時のさ、なんかそのぶち切れ方半端じゃないんだって、 ホルスとかいうモンスターたち強くてくさこのデッキこのデッキありえ強いやん、何これ、もしかしてあれか、全部っぱまくりくくなガンツミホルス最強デッキの可能性ある